皆さんどうもドラゴン TK です。では、ね、今回も新三国無双 X10 やっていきましょう。豪華の残りですね。通り始まったら霊下が操ったどうぞんきまやっていく。次なる追っ手が来たってことです。少し甘く見ていたか。あの親子を退けるとはね。また世界が変わった。まさか霊下殿が私有だったのか。違う。この娘は正真正銘私の仇だ。仇なんや。だが私はその中にいた。マジかよ。こやつは私を倒したつもりはするが、間抜けな話だな。あの男は中途でそれに気づいたらしい。その時点で止めればよかったものを、くだらん探求心が足を引っ張ったらしいな。シハクが。それではあいつは。つまらん話は終わると、次は私が見た中で最も狡猾な男を作り出すとしよう。ん？何？まだ生きてるやと？残念ながら奴はまだ生きている。しかし石壁で炎に包まれ大敗した炎鎖を像に吹き込めばよい。行くぞ。まさか今度こそ散るがよい。まさか放送機か。マジですか。まあ行きましょう。うん、チョン以外ちょっと女性の武将で固めてるけども、万難を排して望みながら破れた石壁の恨みを像に吹き込んだ。果たしてお前はこの層猛毒に勝てるか。霊下殿の中にあの私有がいる。にわかには信じがたいが、私悪はそれに気づいていたというのか。そりゃな、だからな、チョンを止めよう思ってね。それが死んでもうたからな。死んだんかどうかは知らんけど、後でまた出てくるかどうかはまあ別として、加工屋もおるがな。ちょっと待てい。あやべ、あちょっと、あレースが行くことがまあいいか。まあやってもうてないでもな。これで一発やった。やっぱり素晴らしい。で、ああそうなる。ここあそこ行ったらちょっと危ないから、ここに行っといて、でここに行って29残る。29残るみたい。いい感じにね、こっち側に向かっといて。こっからだと敵がよく見えるぜ。見えるぜ。お前らたっぷりと矢を打ち込んでやれ。ちょっと頭いかれとんじゃん。戦うなってるがな。弓兵の攻撃を停止せよ。どっから行ける。あ、そうだ、なるほど。59、ちょっと待って。おい859やと。あ、ちょっと待って。でも落ち着いとったけど、ちょっと待って。こいつは2匹を狙うときは決める。やべ、やべ、やべ。で、こっちで、あ、マジで結構、うわ、全然70万とかよ。うわ、なんか、ゼロ、オッケー、いいね。いや、ゼロ、買います。オッケー、行きましょう。ちょっと待って、オッケー。両目、あ、でも、その前に、ちょっと両目で何だ、そういう感じの。あー、これはおい、ここやあったやつ。どうだ、6杯いけた。あ、危ない。あー、よっしゃ、勝ったね。オッケー、素晴らしい。おー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 レベルが上がるすぎる。お、極めできるわけだ。うーん、ここは極めしてる。進んといて、すぐに極めしましょう。あ、天使ちょっとありとかなってことな。あ、どうできるんだ。オッケー、オッケー、これで、あとここに行けたら
これでロックバイトは全然そう。まだ見つけられるよ。またいいね。いや気持ちいいね、こんだけ。おお、61。いや素晴らしい。まあね、通称レベルが70やから。そうでなくてはまだ復活の宴は盛り上がらぬ。もうまだ復活してんの。だがまだ復活してんの。いいけどおかしいけど、その程度にはまだまだ私には及ばない。あ、なんか来るて、水の力解放。マジで？さっきのこいつを。ちょ、マジっすか？オッケー、いいね。いざ参る！いざ参る！74やもんな。すごいな、マジで。すいません、マジで。あんなにくいぞ。おした。よいしょ、待って、小さい。で、開け、おー、ゼロ、オッケー、いいね。オッケー、また開けた、おー、62、上がった。オッケー、あれ、何今の、まあいいや、なっていこう。あー、こっちの方がいいかな。おっしゃ、できません。何？これ無理だったか、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 やっぱりやろうだ。レンダがちょっと追いつかんかったな。で、敵兵のまぐれ勝ちが何度も続くと思うな。まぐれ勝ちだんや。王徳の元へは行かせん。貴様らはここで俺が撃ってくれる。もう頭いかれてるって。加工弾も随分たけっているな。たかっているか。そこへさらに援軍を加勢させ、将軍たちをもてあそんでやった。何？なーに？マジで？炎に囲まれる恐怖、その身をもって知るがいい。息を持て。奴らを背後より狙うのだ。は？何？うわ、マジか。炎に焼かれた恨みは炎で返すか。さすがそう思うとこ、なかなか小粋な宿命だ。マジっすか。ならば花添えんでって。私がそれに花を添えてやる。マジで、ちょっと待って。うわきつマジきつ。ほんまきついんだけど。私にやりたいレベル99やで。いや待って、それえ、あ、そうなる。いや、そっちが。メーラ、またか声に出てくるかよ。このには指一本振りさせねえぞ。今度こそぶちのめしてやる。ほんわ、かっこいい。ちょっと待って、これやっとかなあかんのじゃん。レベル99やろ。でもいけるこれ。あー、あ、これいらんわ普通に。ちょっと待って、攻撃だけで引いたわ。えい、70まで上がった。ここからできる。なんとかいけた。あの兵器に追いつかれてはまずい。急ぎ進路を切り開き、曹操を倒さなくては。マジで。あ、お、え、一つ、ちょっと、うわ、マジでか。ここだ。いいね、素晴らしい。嘘、あ、マジで。あ、いや、あ、
飛び込まれた。よかったね。おっしゃいな。倒れた。待って、かっこいいないからな。ユミは、さすがに。もはやこの身がどうなろうとかは。また出てくるか、ゴートン。何人にも、猛徳の邪魔をさせんぞ。俺が必ず守り抜く。もう頭一回で決めるからな。飛び込まれたらどこまで行かない。張り切らんでもいいよ。おい、はい。どうするんだ。どういうこと。やろ。なんであそこに止まってん。あ、な、下か。あー、いや、上か。上やな、これ。マジか。いや、これ、これ。OK。で、あそこが。落ちた、これで。やつの。頼むしかないわ。大丈夫よ。もう戦略にも食らう。さあ、頑張れ。じゃあ、踏ん張り持ってるな、あいつは絶対。一応ね、裏の方にいるぞ。やってたらね、踏ん張りっていうね、スキルあるの、見つけまして。そういうの持ってるね、これ。残るやつはね、シューティの戦闘先、早々のみを引き合わせよう。なるほど、早々のみか。マジか。OK。全身が危ない。今からあそこで一人横連れて山を無視していきましょう。どう。ああ、そうなんだ。おっ、こんだけで共鳴していける。それは嬉しい。無理やりでもいいって攻撃したらいかんよ。飛龍戦は素晴らしい。ほら、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 いいか。オッケー、終わったんちゃうか。おっしゃー、終わったー。もうレベル上がりすぎやって。偽の曹操は倒れたか。差し当たっての危機は免れたが、果たしてあのシーを倒すことができるのか。無理じゃね。レベル99やね。無理やん。切れてる。こう来るね。見ていこう。いいよね。まあ、移動やろ。で、あ、お、これは嬉しいね。まだ損傷庫星6の時になかったんで、それは嬉しい。移動プラス1度。さあ、君みたいですか。君みたいですか。そういうね。まあ、今回はこれぐらいですかね。で、ご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と Twitter アカウントのフォローね、よろしくお願いいたします。一応ね、チャンネル登録じゃなくて Twitter アカウントの方はね、概要欄のところから URL 貼っておきますんで、そこから飛んでフォローお願いいたします。では、さらば。